おはようございますって言ってね、今俺2時なんですよ、時間的には。まあ1時50分でおはようございますって言ってるってことはもう、ああ、そういう人なんだって。まあ、まあね、今日やることリストっていうね、ほんとVlogだなって思うようなことはやりますが、今日やることは、ギターの練習と、まあ、運動、ワンダーコアとか、ね、アブローラーとか、しっかりと、毎日、違うんですよ。毎日ちょっとずつ、ちょっとずつね、うん。体重は痩せないかもしれないけど、腹筋をちょっとずつつけていく。これをね、もう、ほんとずっと続けていこうっていう計画で、その、効率的じゃなくてもいいし、でも続けるってことの大事ってことを知りたい。から、何回しよっかな、ワンダーコア。あ、違う。ダンベルだ。ごめん、忘れてた。うん。ダンベルと腹筋。これね。まあ、1個しか買ってない。買ってないわけじゃない。もう2個あったんですけど、なくしちゃったっていうね。なくしちゃったってさ。どっか行っちゃったって言うんですよ、俺は。でも、どっか行っちゃったっていうのは、大阪の人がよく言うらしいんだよ。でもどっか行っちゃったでもいいと思うしね。まあ、マジ鼻が詰まってる。ちょっと待って。いやー、めっちゃ鼻詰まってる。レモンスカッシュレビューします、ついでに。いや、レビュー俺したことない、大人のレモンスカッシュとか言って全然変わりません。でもね、意外にこれ富士屋が出してるんだよね。ちょっと鼻詰まってるんでやめます。